はようございます。榎本貴之です。顔がほとんど見えないかと思いますけどもね、チームラボ、お台場に来ています。今日の話はですね、アートに触れようっていうことですかね。やっぱりラーメン屋ってやっぱり創造性とかクリエイティビティってやっぱりすごい必要だと思うんですよね。トッピングだってアートだし、食べ物商品全部アートだし、いかに、創造力、クリエイティビティを高めて、お客様に喜んでいただくものは何なのかっていうことを磨いていく、そんなこと重要だなっていうふうに今日はすごく感じました。今日も一日よろしくお願いします。